奄美群島勝手にガイド。奄美群島を旅してみましょう。奄美大島でおすすめの飲食店は奄美市の中心地にある並び屋です。創業は2005年で、奄美群島の郷土料理や黒糖焼酎が楽しめます。店内はテーブル席と座敷があり、多くの観光客をはじめお忍びで訪れた有名人も利用しています。奄美大島の郷土料理は定番のメニューはもちろんですが、県外では食べられないような料理もこの店では食べられることがあります。これはマベ貝と言われる真珠貝の貝柱です。奄美大島では真珠貝の養殖が行われていて、マベ貝の真珠は1月から5月頃にかけて採取されます。この時の貝の貝柱が奄美大島では食されることがあります。あまり県外などに出回ることがなく、この時期に訪れた観光客が味わえる特権のようなものです。こちらは奄美ではトビンニャと呼ばれる巻貝の一種で、正式和名はマガキ貝です。県外の奄美料理店でも扱っている店はありますが、やはり地元で食べる鮮度のいいトビンニャは最高の料理です。そして並び屋のおすすめのポイントは、奄美市でトップクラスに入るほどいろいろな種類の黒糖焼酎を取り揃えていることです。県外ではなかなか手に入りにくい種類も置いてあり、普通に飲むことができます。また店内では島唄ライブも行うことがあり、奄美群島の出身者を中心に多くの歌者がここで島唄ライブを行います。奄美大島へ行くときはこの並び屋を計画に入れ、最高の黒糖焼酎を飲み、珍しい郷土料理に舌鼓を打ちながら奄美の島唄を聞いてみてはいかがでしょうか。